何か用？ちょっとお話。話？話を聞いて気にならない？ポルカ君を誰が殺したかって。それとももう知ってるから気にならないとか？そんなことよりサメの話をしましょう。ごまかしちゃ嫌だよ。私がポルカ君を殺したって言ったらどうする？ああ、そう。そうなのね。あなた、誰かに罵ってほしいの？きっとポルカはあなたのことを許したんでしょう。あの子は優しい子だもの。映画で最後に殺される人食いザメを見て、食べられた人たちもサメさんもどっちもかわいそうなんて言っちゃうぐらいにね。何があったかはこれから詳しく聞くつもりよ。だけど、多分ポルカは自分を殺したあなたを許した。その折り合いがまだあなたの中でついてないんでしょう。だから、私に罵られることで、少しでも罪滅ぼしをしようとした。ずるい子ね。でもいいわ。許してあげる。罵ってはあげないけど。鋭いんだね。まるで探偵さんみたい。怖くないの？私、ポルカ君の喉をかき切った殺し屋だよ。怖くないわ。どうして？サメ映画好きに悪い人はいないもの。あなたとは少しの間だけど、サメとサメ映画の話で楽しめたわ。サメとサメ映画の話ができる子に悪人なんかいるはずがないじゃない。たとえ家族の首をかき切ったとしても、サメはあなたを許してくれるわ。ついでに言うなら、あなたは和樹としずきを助けてくれた。根拠は弱いけど、それが第二の理由よ。うちの方がついでなんだね。ああ、もう何を話せばいいのかわからなくなっちゃったよ。とりあえずサメの話でもしましょう。